皆さんいかがお過ごしですか？こんばんは、クリスタルです。スペイン・セビリア市から発信してます。さて、今週末いろいろなニュースが昨日月曜日に入ってきて、火曜日、今朝もまた、引き続き詳細なニュースが入ってきてます。もう日本でも言われてるかもしれませんが、ベラルーシではゼネストがありましたね。それからポーランドでは長い間その女性が、堕胎を認められなくて、海外に出て、身の危険を犯して、それはつまりですね、言葉がわからないような国に行って、その健康を犠牲にして、この理不尽を何とかしてほしいということで、大きな抗議運動になってます。これ長年の戦いですね。カトリックでは、スペインもそうだったんですけれども、難しい問題として、日本ではちょっと考えにくいかもしれませんけれども、ずっと今もなお、もう21世紀にもなって、こういうことが起きてるんですね。それからチリも、本当に動きがだんだん追いつけないぐらいにもう世界中がもうたくさん動いていて、ところがですね、こうした中で、またスペインに焦点が当てられてしまいます。この月曜日から、なんとですね、夜の11時から朝の6時まで外出してはいけないということになりました。それで、この放送がペドロ・サンチェス首相から月曜日に発表になったんですけれども、これに対しても指揮者や弁護士、法律を勉強している学生や何かが YouTube にたくさん動画を上げています。っていうのは、これはね、先週ではマドリードの自治政府と、それから中央政府との間で、訴訟まで起きてるって言いましたね。最高裁まで持っていくって言ってましたね。で、っていうのは、もう、外出禁止令ですとか、それから、バー、レストラン、ホテルなんかに厳しい規制をかけると、もう経済がやっていけないんですね。スペインの観光に頼るパーセンテージはだいたい10から 15% と言われてるんですけれども、全体から見ると、これ大したことないんじゃないのかなって思いがちですが、第一の産業は自動車工業だって言われてるんですが、日産が撤退しますね。あれを、入れての、スペインの産業構造なので、スペインの産業構造っていうのはものすごく希薄なんです。日本と違って大きな企業ありませんし、その自動車産業の次に来るのが観光なので、ほぼ自力でやってる産業っていうのは、観光なんだと思って間違いがありません。あとのじゃあ 70% とかは何なのかっていうと、それはもうすごく零細な、零細な小規模な家内工業ですとか、小さなバー、レストラン。この一番被害が大きいバー、レストラン、小さなペンション、ホテルがもう大打撃を受けてるわけなんです。ですから、そのスペインの経済におけるその産業構造っていうのが日本と全然違うので、日本の方には分かりにくいかもしれないんですけれども、こうなっているところへ持ってきてのこのロックダウンなので、マドリードではもう悲鳴を上げていて、とてもやれないと。その緊急事態宣言発令しましたけれども、これは違憲なんじゃないかということを散々言われてたんですね。今でももちろん言われてて、そして違憲判決が出たんです。違憲判決が出て、これでもう自治政府と中央政府との、意見の食い違いというのは、もう経済を振興させたい自治政府と、何かと言ったら自分の責任になってしまう中央政府とのこの政治的な駆け引きですね。国民の健康をもちろんそれはないがしろにしてるわけじゃないんですけれども、例えば、その保険にかける比率が非常に少ないと、ほとんどが公務員とか政治家の給与に、それからわけのわからない、自治政府とかに消えていってるんじゃないかっていう調査もあるぐらいなので、なんと言ったって17の自治政府がありますから、これに関わってる政治家はもう本当に多いんです。それから公務員もものすごく多いので、この数は、ドイツと比べても2倍以上って言われてるんですね。意識の高い国民の不満が高まってます。そこへ持ってきてこの緊急事態宣言ですね。これはね、発令しないといられなくなったんです。ペドロ・サンチェス首相は。それでまだこれは、
自治政府のその了解を得られないので、各自治政府が独自に設定する1時間の時差で上げたり下げたり、これは自治政府が独自に設定するということで、責任をもう自治政府に課してしまったんですね。でもこれは要するに、例えばマドリードでは反対してるので仕方がないことなんですね。それから全部押しなべて同じ比率で感染が広がってるわけじゃないんです。やっぱり大都市に大きいし、それから大きな大型客船がつくような港を持っているようなあの地域も非常に大きいですね、この感染の率が。ですからその緩やかなところと非常に厳しいマドリードにはほとんど、約この感染者の半分がマドリードに集中してると言われてるんですね。次にバルセロナももちろんすごいんです。それでなんと北の方でもガリシア地方の方で、良さそうなのに、ダメだったりするっていうことで、なかなかスペインの国内もまとめるのが難しい。もともとこの国はもう非常にまとめるのが難しいんですね。スペイン内戦があって、親子兄弟が敵味方になって戦ったような国なので、そういうところは非常にまとまりにくい、日本と違ってものすごくまとまりにくい国なんだということをよく覚えておいていただきたいんですね。独立を主張していた北部のバスク地方とか、今でも独立したいって言ってるバルセロナ地方とか、あの様々なあのその歴史とそれから民族的な違いっていうものもあるんですね。そういうものもあるんですね。全然こう見かけが南のスペインと全然違うなって思うような、そういう方たちもいらして、彼らは人種が違うっていうふうに思ってるわけじゃないんですけど、例えばバスク地方とかバルセロナは人種が違うと思ってます。で、独自の言語をずっとあの堅持してるっていうところもあります。フランコの独裁政権が40年間約続いたんですけれども、それでも負けなかったと、そういう地方なんですね。で、それで皆さんね、これでね、あ、じゃあすごく偉いんだな、民族の誇りを持ってるんだなっていうと、そういう違いにも言えないんです。この中でもさらにその政治的ないろいろなせめぎ合いがあって、そう簡単な、あ、偉いんだな、イデオロギーなんとかなんだなって、そうじゃないんですね。またこういうことはあの深くあの掘り下げていきたいと思うんですけれども、もともとスペインがその構造的に国家として抱えている問題が、この今回のパンデミックでもう非常に健康に関わることですから、非常に厳しい展開になっていて、もうまとめられないと、これが本音だと思います。それでどうなってるかというと、例えばバルセロナは夜の11時から朝の6時まで外出禁止です。でも前回のロックダウン、今年の3月から6月までありましたけれども、国境封鎖とか出たらものすごいあの罰金が課せられたとか、そういうことは今のところありません。この後どうしていくのかというと、例えばこのもうロックダウン自体が違憲だっていうあの判決が出てしまったので、そこへ持ってきてまたその罰金ってなった時に厳しいと思います。それでですね、バルセロナの声を聞いてみると、もうまるでね、夜閑散としてて、もう無人の街のようです。まるで SF 映画に出てくるようなシーンが見られて、若い人たちはもうこのシュルレアリズムみたいだって言ってますね。それで新規の感染がですね、例えばあのイタリアなんかでは、イタリアも本当に厳しくなって、イタリアの場合はスペインよりもっとすごくて、営業が午後の6時ですよ。6時ってまだ明るいです。6時までで、あのバーレストランの営業6時でおしまいで、映画やスポーツジムは全面的に閉鎖、閉めることになってるって、こういうすごい厳しい禁止令を出してますね。新規で1万7000件もあの感染者が増えてしまって、新規のこの週末だけでですよ、141人の死者が出たんですね。また第2波のこのきついロックダウンが始まってるんですね。ところがですね、スペインでは5月の9日まで、この月曜日からロックダウンですね、第2波の。それが来年の5月の9日まで延長するって言ってるんです。私ね、個人的にですけれどもね、もう非常に気がめいてしまいました。はっきり言ってもう落ち込んでます。私だけじゃないですね。ですからもうヨーロッパでは、特にはスペイン、フランス、イタリア、イギリスあたりではもうたくさんだと、そのね、分かってるんですけれども、もうたくさんだと、元の生活に戻りたいと、もうこんなのはとてもじゃないけど我慢できないって、言ってます。それで
この自宅待機もですね、14日間ですね、様子見のこの待機を14日間から10日に短縮したんです、スペインでは。そうするとこれがまた、けんけんごうごうで、この14日から10日に短縮したのは科学的根拠があるのかって、こう、今度は保健所、責められてます。で、この記事をずっと読んでいくと、その、医師がですね、医師会なんかがこう、科学的根拠を示せと、その省庁と政治的圧力で、この縮まった4日はどう説明するのかって、まあ言ってるんですけれども、全部読んでいくと、ああ、もうこのお医者の方も、肩が持てないなって思いました。だいたい3日から6日目に発症してた。だから、要するに接触者に感染が出ていたとしたのは、だいたい5日から7日なので、まあ、多めに見て10日、どこが悪いんだろうっていう気がしました。医者の方の意見も読んでみると。ですから、もうね、こうやって、極端に心配する人と、これを利用して自分の地位を固めようと思ってるような動きももちろんあります。権力者の中で。それで政治家だけじゃないですから、権力者が。そういうことでね、一般市民はもう、へきへきとしてますね。本当に。へきへきとしてます。フランスのマクロン大統領は夏にコロナを封じ込めることができなかったって言ってますけれども、もうここで医師は第3波を、心配してます。っていうのは、2021年で、まあ、もしかしたらワクチンはもう到底間に合わないんじゃないかっていう声が聞こえてるんです。この夏にはできる、今年中にはできるって言ってたのに、21年でも危ないかもしれないっていうふうに言われてるんですよ。そういう意見も出てるんですね。ところがです。要するに、この、待機なしで、待機な14日を10日にするとか何とかそんなさまつなところで意見を、どうこうしてるけれども、それはもう重大な問題ではなくて、待機をしないでふらふら外に出ていくのが、第3波を招く一番怖い原因なんじゃないかっていう、言ってます。そんなことはね、こんなに14日が10日の、10日で科学的根拠を示せだの、そんなことよりも、待機しないで外に出ちゃう方が問題。こんなのは素人が、1分で考えられることですね。こんなおれきれきがですね、出てきて、どのこんの討論するような問題じゃありません。ですから、もうね、スペインのニュースとか討論会聞いてるとみんなね、泡を飛ばして言い合ってますけれども、見なくてもよかったと自分の頭の中で全然考えられるっていう、そういう感じです。街の声はどうなのかっていうと、みんなだんだん非常にこの恐怖がですね、パニックとかじゃなくて、静かに浸透してきて、憂鬱になってます。いや、非常に憂鬱になってますね、みんなね。もうジムはやめちゃったって言ってるし。で、ここでスポーツジムの倒産が、もうやっぱり軒並みに出てくるんじゃないのかなってとても心配してます。映画館はもちろんですね。そうすると、その家内工業とか、いわゆる家族経営の、経済に頼ってるスペインはどうなるのか。コロナの第2波、第3波が非常な勢いで、襲ってくる前に、経済的な、没落が、もう目の前なんじゃないかと思って。ああ、非常に憂鬱です。週始めからこういうつまらない、憂鬱なニュースを言わなくちゃいけないんですけども、これが本当のことですね。ヨーロッパ結構憂鬱症にかかってます。大統領も、首相も、もうどうしていいかわからないと、そこへ政治的な、もともとある駆け引きが絡んできて、もう、先が読めません。何でもありです。私は何かあったら、どうせなら日本でなんとかなりたいと思いますね。どうしてこう言ってしまうんだったら。ここじゃ絶対嫌だと。でも、もう国外に出してもらえないみたいなので何かあった時には、子供たちもいますし、一連卓上だって言っても、その自分がかかった時にその子供に会えないんですね。ですから日本にいても、ボラボラ島にいても、スペインにいても子供に会えないというところで同じなので、いや、これはね、本当に落ち込みます。もうね、この孤独感、いや、友達に電話かけまくっても、こんなものはどうにもならないんですね。皆さんどうか十分養生なされてお気をつけください。私はもう本当地下30メートルぐらいに落ち込んでます。ということで、今日のニュースはここまでです。それでは皆さん、また、木曜日にお会いしましょう。ごきげんよう。